すみません。俺たちはもうそんなレベルにはいないんだ。来る仕事を厳選はする。しかしやるとなったら迷わずやるんだ。精一杯やるんだ。この仕事が自分に向いてないと思ったら自分に向くようにする。自分のものにしちまう。それくらいのガッツがなけりゃメジャーにはなれない。いいか、マイナーに人数制限はない。しかしメジャーの世界にはそれがある。定員があるんだ。愛がメジャーになるためには少なくとも一人メジャーの人間を引きずり落とさなくちゃならない。出なくちゃメジャーにはなれない。自分に向いてる仕事をするのはずっと先だよ。確固たる地位を築いてからだ。ま、その頃に相まっていることが自分に向いてる仕事だと信じて疑わないだろうけどね。明日は CM の撮影がある。深夜からスタジオを押さえてる。今日の続きだ。はい。楽になろうなんて思うな。苦しめ、死ぬ思いしろ。だからこそ人は感動する。輝いて見える。わかったな。はい。よかったよ。最高だ。突き刺さるの。涙を隠してあなたの顔見つめて、この愛が欲
ああ、やってくれたね。これじゃ売り物なんないな。どうしたんですか、店長。愛ちゃん、究極の愛、それがその人の人生を生きるということなんですよ。
こうして僕は愛ちゃんになってしまったのだ。グレゴール・ザムザがカブトムシに変身したように、究極の愛はこうして達成されたのだ。いや、まだ達成されたとは言い難い。愛は悲劇で終わらなければならないからだ。悲劇。お疲れ。どうでした？悪くはない。またそれですか？今日はここまでだ。あとは明日朝から始めるぞ。坂東さん、何か食べるか。たらふく食って今日は寝ろ。はい。お疲れ様でした。明日は8時に迎えに来る。わかりました。おやすみ。降りろよ。
坂東さん。何？私、坂東さんのこと。ダメだ。俺と愛とは仕事だけの付き合いだ。これからもずっと同じだ。変わることはない。一世を風靡するようなアイドルになりたいんだろ。恋愛は別の人とやれ。わかりました。いらっしゃいませ。あなたどっかで見たことあるんですけど、どちら様でしたかね。ただのお客です。この店何度も来てます？何度もは。おかしいなあ。私あなたの顔を何度も見てるんですけどね。どこで会ったのか。ここでアルバイトしてる人、多分堀部さんっていうと思うんですけど、小豆島出身の堀部鹿の堀部さん。堀部がどうかしましたか。今日はお休みかなと思って。あいつ少しおかしいんですよ。おかしい？頭じゃないですよ、ホルモンの方が。どういうことですか？女性ホルモン過多といいますか、それとも男性ホルモン欠乏症といいますか、いずれにしてもちょっと体のバランスがおかしいんですよ。入院とかされてるんですか？入院ぐらいしてんのかもしれないな。何度も家に電話したんですけどね、出ないから。ああ、そっか、入院だな。入院してるんですよ、多分。しかし、あいつのような場合は何かにかかりゃいいんだろうな。堀部さんの住所教えていただけますか？行ったっていませんよ。僕何度も電話したんですから。住所教えてください。はい。住所だけど分かりますか？案内しましょうか、僕が。大丈夫です。案内しましょうか。大丈夫です。ありがとうございました。
こであったんだろうな、あの子。そうね、衣類もいろいろと買わなくちゃいけない。はい。どちら様ですか？堀部さんのお宅じゃ。いえ、違います。でも表札には堀部って。さあ、私は浅香ですけど。浅香さん。はい。浅香、何と言うんですか？愛です。どちら様ですか？私も浅香愛です。